四街道市消防本部は千葉県四街道市の消防部局。管轄区域は四街道市全域。主力機械に関する参考文献、平成18年版消防防災年報、近年更新配備された車両には、全国的にも見ることが少ない貴重な車両が導入されている。その理由の一つとして、緊急消防援助隊で千葉県隊が出場する地域に、 北海道方面が指定されていることを考慮し、関迎地に、冬季機関派遣されても、隊員、車両ともに支障なく活動できるようにするためである。上記の車両は、派手なデザインのマーキングと他の消防本部の場合の、赤色点滅等、自発光式、ナンバープレートを施している。今でこそ、大阪サイレン製のサイレンアンプシリーズは、 全国的にも知られるようになったが、企画立案したのは、四街道消防である。さらに、日本で初めて二輪車をベースにした小型水槽付きの消防車ミストドラゴンが導入されているなど、消防車の革新にも力を入れている。なお、以下の車両が配置されていたが廃車となった。四街道市吉岡に、死消防止料館があったが、閉館した。ありがとうございます。